プログラミング言語のモデルの第8回今回はタナシラムダ計算の3回目でですね実際にこのタナシラムダ計算で種々のデータ構造を表現するこれを理解しますでこれはですね教科書の1.4.2汎用の計算モデルとしてのタナシラムダ計算の前半部分ページで言うと20ページから24ページの内容ですで今回はですね実際にこのタナシラムダ計算を実行して こうしてどのようにデータ構造が表現できるかというものもを実際の計算として理解しますしたがってですねプログラミングとその説明というのを同時に行うのでこれは Ubuntu 内部からあのビデオを作成していますちなみにご覧になっているこのスライドはですね Ubuntu で PDF をフルスクリーンモードで表示しているそういうものなんですねでは内容に入っていきましょう ででままず補足をしますで前回ですね、その、えー、プログラミング言語、まあそのラムダ式なんですが、ラムダ式に拡張を加えた、まあ、一種の言語を定義しました。でそれに関するサイドの確認ですね、と定義の展開、でですねこう定義拡張、この DEF というこういう宣言をですね有言語を書いた後で、ラムダ式を1個書くと。これがですね、 今回ののインタターープリターの入力言語になっていいるということでしたね。でこの拡張はですね、ラムダ式の略記法、このように定義されるラム,ラムダ式の略記法になっているということでしたね。すなわちですね、ラムダ式は何でも表現できるので、もちろんですね、このような定義も表現できるということで、えー、これをそのままラムダ式に変換する。そうすると、一つのラムダ式が得られるということなんですが、さらにですね、その、 ここで導入され、ここでですねベータリデックスが導入されますでその導入されたベータリデックスは実は最初に簡約されるのでそれらをすべてですね簡約を実行するすなわちですねサブスティテューションをアプライして得られるタームとなるとでこれをですねそのシステムが最初に実行して問題ないとそういうことをご説明したので実際にですねこれが問題ないということをまあ プログラムで確認ををするとといううことをやってみましょうではですね、実際にその DEF 定義を展開してみましょう。まずですね、標準の定義展開。これはですね、インタープリターのですね、あの標準のモードでですね、ま、このファイルですね、このファイルはですね、単に定義の展開の確認のために作ったファイルです。 ABC という2 3つの名前が定義されていて B は A を参照する C は B を参照するでこれがラムダ式ですが ABC とこういう3つの参照があるでちなみにですね、このラムダ W.W が ABC にアプライされているこれはですね、ABC の3つ組みをまあ保持する、まあ、そういうラムダカリキュアスのイディオムですね後でこれを学ぶことにしますでこれをですね、標準のモードといいますかでこう起動するとですね、 こんな風になりますね。で、ソースコードで、エラボレート2で実,実際に全て展開されるということですね。で、これがですね、ABC になって展開されるということですね。でですね、この実はですね、ラムダカリキュラスの直接的なこうストレートフォワードな略記法はですね、このラムダ 名前をラムドアブストラクトしてそのイコールの右側のタームにそれを適用するというものをこの繰り返す内側から繰り返すこれなんですねこの定義でこの定義はですねこの定義によってベータ期が導入されてそれが最初に解約されるので問題はないと申したんですがそれを実際に確認をしてみましょうということでですねこの、えー、標準の リダクション以外にリダクションが可能なです、ね、スイッチを、まあ、作ってあります。でこれがです、ね、その最初のです、ね、アブストラクションとアプリケーションのラムダタームにを作るだけしかしないと。内部で勝手にリリースをしない、まあ。勝手にといってもそのリリースしていいんだということを確認するためなので、それを、まあ、そのラムダタームを作るだけと見てみましょう。そうするとです、ね、こうなりますね。 でこの ABC ってまず内側から C がアブストラクトされて C イコールのこのタームに適用されるで外側に B があるので B がアブストラクトされて B に適用される A も同じですねこのようなタームができるで,できたタームはですね必ず一番外側のアブストラクションがこの A になっていますということで展開系列、まあ、リダクション系列はですね まず A があのリリュースされて A が代入する A が置き換わる次が B、C とこういうふうになってですね3つ定義があれば3つのベータリダクションが起こって結局ですねすべての名前が展開されたタームになるということですねということですね念のためですね最初の標準モードと比べてみましょうこれは標準モードですねでこのタームになるとこれはですね、A b, c が代入されてこの,タームのこのタームとですね全く一緒であるちょっとずれましたがこのタームとですねこのこのタームは一緒であるということが確認できます。ということですなわちですねこの,この代入をしても最初にこの代入をシステムが最初に実行しても問題ないそれが確認できると思います。ちなみにあの一つだけさらなる、まあ、ダメ押しの補足ですがこの 代入はですねこのサブスティテューションはラムダ計算のサブスティテューションを厳密に適用しています。これは重要で単にです Def、ね、の名前を置き換えればいい、いそんなことをするとですねフリーバリアブルキャプチャーが起こる可能性がある。例えばですねこ,この場合 ABC の定義の右側にフリーバリアブルはないんですがですね、まあ、この A はフリーですが A をたどると これはクローズドですから、まあ、その A がクローズドであればこれ全体もクローズドであるということで代入の本質的なフリーバリアブルはないんですがあった場合はです、ね、単なる名前の置き換えでは済まないということでラムダカリキュラスの厳密な定義が提供されるということでそのようにこの、えー、代入の定義の展開はそのようになっていて とというこしたがってまあ結論としてはですねこの代入システムが最初に実行しても問題はないということですねで以上でこの定義の拡張はですね厳密にラムダ計算のに沿った何もアディショナルなものは導入していないというのが確認できると思いますこれが実は重要だと私は思いますねそのラムダ計算そのものを理解するわけですから天下り的に何か特別な気候やですね特,特別な 演算ななどを導入しないこれがこのラムダ計算を理解する上での鉄則になりますではですね次にあの内容に入っていきましょうこれはですね冒頭の最初のスライドでかあの指摘したようにですね教科書1.4.2汎用の計算モデルとしてのラムダ計算この内容ですねその前半部分といいますかリカージョンの前の部分までを今回学ぶわけですね まあその前提としてはですね、第6回で述べたようにですね、タなしラムダ計算は任意の計算可能な関数を表現できる。で、この表現能力の厳密な分析はここではしません。これはですね、なぜかというと、ラムダ計算、タなしラムダ計算がその、えー、こう勉強の対象ではないんですね。我々は型付きラムダ計算を展開する、詳しく展開する。で、タなしラムダ計算はそれを支える、まあ、 ある種の実行エンジンであるとそういうスタンスですですからここではですね厳密なあの理論的な分析は他の,あの教科書などに譲ってですねここではラムダ計算の表現力を具体的に確認してそれを理解するにとどめることにしますでラムダ計算が汎用の計算モデルであるこれが真であるためにはですね様々な種々の情報、まあ、データ構造全てのデータ構造 とですね、そのデータ構造の変換プログラムこれが表現できなければならないこれはまあ当然なわけですねでそこで,です、ね、以下代表的なデータ構造の表現方法を具体的に理解するというのが今日の目標ですでラムダ計算というのは関数なんですねでデータ構造というのは必ずしも関数ではないということですねそこで,です、ね、なんで関数じゃないものでを関数で表現できるのかという当然の疑問があっ 起こると思うので、そのためのですね一応その前触れというかあらかじめそのなんとなく理解しておくというそういうその基本的な考え方非常に抽象的な言い方ですがまあこんな考え方を一応念頭に置いておくと以下の議論がフォローしやすいと私は思うからなんですねそれはですねデータ構造が実現すべき振る舞いそのもの 何かよくわからないですが、振る舞いそのものを関数として表現する。これなんですね。このようなことを実行してです、ね、でいろいろなデータ構造を関数、ラムダ式で表現するということです。で、まあ実際にでは、ですねこ抽象的な議論を念頭、まあ、そのような考え方を念頭に具体的に見てみましょう。まあ、最も簡単と思われるのは、この心理値、ブーリアンですね。 で心理値はですね、抽象的には true-false の2つの異なる値、これにすぎるわけですねで。この2つの異なる値が心理値であるというためにはというか、なぜ心理値と呼ぶかというと、それはですね、これを使って実現すべき振る舞いがですね、条件分岐だからですね、例えばこのような関数 F、こう心理値、ブーリア i a n を受け取って、ブーリア i a n がですね、true なら x を返す。 フォールスなら Y を返す、このような関数、これ条件分岐ですね。このような関数でポイントはですね、そのもの、振る舞いそのものをですね、この心理値という値の表現と取る、すなわちですね、与えられた任意の x と y に対して、この振る舞いを実現する、つまりこの関数の値を返す。 そういう関数としてこのブーリアンを実現するということですねちょっと抽象的なので具体的に答えを見てみましょう真理値 B の型なしラムダ計算におけるコードこれをですね B オーバーバーとこう書くことにしますそうすると true のコードと呼ぶんですね true のコードはラムダ X ドットラムダ Y ドット X の8 2つの絵を受け取って最小のものを返す フォールスはですね、X と Y をこの順番に受け取って2番目を返すと、こう定義することができるって、このことができるをですね、次のスライドで確認をしてみましょう。すなわちですね、心理値表現の性質ですね、このコード化はですね、当然ながらあのラムダ式の性質によって任意の A と B について、true を A と B に続けてアプライすると、 簡約されて A が得られるフォールスを A と B にアプライすると B が簡約されて得られるこういう性質がありますですね。従ってですね、先ほどの関数 F これ条件分岐をする関数 F ですねこれはですね、X と Y のコードがそれぞれ LargeX、LargeY と与えられている場合このようにラムダ式で表現できます b、ブーリアンを受け取って、ブーリアン、受け取ったブーリアンを x と y に適用すると。実際ですね、これをこう、実際に計算を実行してみると、この関数を true に適用する、この場合のブーリアンは true の場合、当然ですね、この b、true の構造上、true がここに入りますから、x と y を受け取って x を返すという、そういうラムダ式ですから、 このこの2つを受け取って最初のものを返すで x になると同様にですね false に適用すると y になると,ということでですね真理値表現の性質があのコード化で実現できるできたことになりますまあこのですね真理値表現は非常に小さなラムダ式ですからこう一目瞭然なんですがまあ念のためですねせっかくですからインタープリーターを起動して確認してみましょうこの True と False とこの名前を付けてですね、true を A と B に適用してみると、これを実行してみると、とそうするとですね、えー、っとですね、ここが、とこうなるとですね、この e l a b o r はですね、このここに true、ab がきますね、ab はまあ free variable とします。 そうですねそうするとですね、このリレックスはこの A、X に A が代入されて、ここに A が来る。次にですね、Y に B が代入されるんですが、Y はありませんから A になると。とこんな感じですね。次にですね、こうフォールスの場合、フォールスの場合を当然やってみるとですね、この、まあ、やるまでもないという感じですけれども、この同じ、先ほどと同じですが、ここがフォールスになっています。 で、このアプライで、ここのリデックス、X が A に置き換える、X に, a, にが a が代入されるんですが、この中に X はありませんから、ただ消されると。で、Y に B が代入されて B になると。まあこんな風になるということですね。ということで、ちゃんとですね、ブーリアン a n の性質が、これが確認できるということになります。 とということで次にです、ね、その論理値操作関数というのを定義できますすなわちです、ね、先ほどのコードでそのコードを直接コードを理解してそのプログラムをするということは普通しませんしたがってです、ね、操作関数に名前を付けてそれを使ってプログラムをする、まあ、当然そういうふうにするわけですねこの場合もです、ね、従ってその,その段階を踏んでみましょう 論理帳及呼ぶ条件演算をですね、いかのように定義します。まあ、これ true, false 先ほどのコードですでに定義してありますが、これは名前、この名前を使う、このコードを実際に毎回書くのではなく、このコードの内容は、まあ、その忘れてというか、こう、抽象的に扱って true, false これを使う。で、コンド、これはですね、コンディション、条件分岐をするコンビネーター、関数、これをこのように定義する。まず ブーリアンを受け取って、A と B の値を受け取って、ブーリアンを A と B に適用する。この部分は当然ですね、B のコードに依存します。しかし一旦固定義してしまえばですね、これをですね、条件分岐のための if-zen-else 構文と同じようなものとして使うことができる。例えばですね、関数 F はですね、ブーリアンを受け取って、コンドコンビネーターを B と X と Y に適用する。 このようにしてですね、先ほどの F っていうのは、よりその、まあ、コードに依存しない、こういうプログラムとしてプログラムできることになります。まあ、では、実際に確かめてみましょう。こう、true、false の後にですね、Cond、このラムダ式を定義します。で、それを使ってですね、F、ブーリアンを受け取って、Cond コンビネーターを B、XY に適用する。XY は何か既に定義されているものとします。この場合、フリーバリアブル。 でこの F を true に適用する。これをですね、評価してみましょう。そうするとですね、あのこう、これが F ですね。で、これ true に適用される。このリダクションシーケンスを見ると、この、この一番トップレベルがこうベータリ,ダリデックスになって、この B、この位置にこの true が入ります。というふうにしてですね、あとはですね、この C、コンディションのブーリアン、ここに この C、ここにですね、この true が入ると。あとはですね、a と b が代入されて、a と b が代入されてですね、こうなりますね。で、この、で、あとはですね、x と y に適用されると。a と b がこの x と y に置き換わると。で、あとは true が x に適用されて y に適用される。そうするとですね、true の t が x に置き換わる。次に f が y に置き換わるんですが f がこの中になりませんから x になると、まあこのこのようにしてですね、コンディショナルが実現できることになります。まああとはですね、このフォールス、フォールスの場合もまあ同じですね。念のためやってみるとですね、このフォールスコンビネーター、あえっ、ー、と f を フォ,フォールスにアプライする。フォールスにアプライするわけですから、ここがフォールスになる。そうするとですね、この ab が置き換わって、ここまでは、ここまでは一緒ですが、これが true ではなくフォールスになるので t を x を置き換えると、x がなくなってしまって、 で、あとはですね、F、F はありますから、F が Y に置き換わって Y になるということで、Y、この,この Y がちゃんと得られる。そういうことですね。で、これでその、えー、ブーリアンの、あの、エンコーディングが理解できたと思います。このブーリアンのエンコーディングによって、コン、えー、条件分岐コンビネーサーが定義できれば、あとはですね、それを使って、いろいろな条件分岐をするプログラムが実現できるということになります。 まあ以上で、ブーリアンは終わりですが、まあ、ここではですねつ、ついでにと言いますか、この問いっていうのがありますね。で、問い1.4.3、これをやってみましょう。このビデオではですね、問いをすべてカバーするということはしません。まあ、現実的に無理な難しい問いなども結構あるんですが、ここはですね、最小ですから、しかもですね、非常に基本的な問いなので、これはカバーしてみることにします。 1.4.3抽象的には論理値は単に2つの要素からなる集合である。論理値の高度化を一般化し N 個の要素の集合 X の各要素及び X の要素の X の種類を判定し もし、XI なら処理 AI に分岐するスイッチを表すダムダ式を定義せよ。この場合はですね、そのブーリアンと同じように、X この要素の集合の振る舞いはですね、それぞれの場合分け、ケース分け、ケース分として振る舞う、そういうふうに使う要素であると。まあ、エニュメレーションですかね、C 言語で言えば、そういうものであると、そういうふうに理解すると。でこれもですね、この振る舞いと考える。 わけで,すね、で、そのコード化を実際に見てみましょう。このコード化ですね。そうするとですね、これはですね、スイッチ、スイッチコンビネート、ちょっとこれは、こう、ちょっと大きくするとですね、えー、っとですね、N っていうのが一般化されてますね、あの問いはですね。しかし N、一般的な N では回答は極めて難しいというか、普通不可能であると。 不可能とは、まあ、何々が不可能であるというのはすべての場合強すぎるステートメントなので、まあ、ですが困難であると、まあ、例えばですねこの多層レコードのようなものがあれば一般の N でもコード化できる、まあ、そんなことが言えるかもしれませんが、まあ、例えば普通の ML では無理ですね、まあ、無理かどうかやってみて られると思いますいいと思います、まあ、ここではですね、それ以上の議論はせずにですね、与えられた n、例えば n が4の場合、これができれば十分であると。通常のケース分はですね、ブランチの数が決まっている。そうですね。ということなんですね。まあ、それ以上はコメントしませんね。それで、それでですね、ですからそのこの、例えば4個の種類がある場合が、この、 コードですね、そうすると4個の種類があって x1 から x4 と名前が付いているこれはそれぞれの、えー、こう分類されこれによってケース分けされるとそういう振る舞いをに使うんだということですねでそうするとですねこれはですね例えば x3 というのは1234を受け取って3を返すこの1234はですね これはそれぞれに対応する処理内容とこういうふうな意味と考える。まあそういうわけですね。ちょっと抽象的ですがそうするとスイッチ文はですね、この、えー、分岐する値を受け取ってあとは分岐の内容を4つ受け取って1234を受け取ってこの分岐、これはですね関数でコードされていますからこの分岐コードを A1, A2, A3, A4 に適用する例えばですねスイッチ X3 スモール X3 このスモール X3 のスイッチ分を実行するとケース3が実行されるはずなんですねこれをやってみましょうということでですね05スイッチこれちょっと長い ですが、まあちょっとですねまあそのソースコードを見てみるちょっとこのスイッチソースをこうちょっとこれをこう大きくしてですねこのこのソースコードはですねこうそのままですねそうするとこんなものにエラボレートされるということですねえー、っとこれがスイッチコンビレーターでこれがですねこの値タグというかブランチとなるデータ でそれぞれぞのケースがこ,こ,に書いてあるこれはフリーバリアブルでこれが実行シーケンスを見てみるとですね、まあ、当然のようにですねこの x にあのこれが代入されるということでこの H にこの実際の値が入るあとは a1 から a4 がケース1、ケース2、ケース3、ケース4に変わるということをまあざっと見るとそうですねとなってですねこれが得られると。 これですね、そうするとですねこれが、えー、ケース3の場合でそれがケース1ケース2ケース3ケース4を取るでリダクションをすると当然これはですねケース3以外は捨てられてケース3になるで答えがケース3であると,ということでですねマルチプルなケースブランチも当然こうプログラムできる。 これがですね、あの、先ほどの問いの一つの解答例になります。で、以上で、ブーリアン。で、あとはですね、ブーリアンは非常に簡単ですが、もう少しその本格的な。ということでですね、その本格的な次のデータ構造、自然数の表現。これに入りましょう。これがですね、本日のハイライトで、これは非常に有名なエンコーディングなんですね。非常に有名であるだけではなく、非常に巧みな エンンコーディングなんですねでこ,れこのエンコーディングによってですね、えー、ラムダ計算が汎用の計算能力を持つということが示せるという、まあ、そういう重要なエンコーディングになっています。まあ、それは後でもう一度、あのあのもう一度ですねあの、触れることにしてですね、コメントすることにして、ここではですね、抽、ま、象、あ、的にその、そのこうこチャーチというあの最初の でラムダ計算の概要の時に説明したあのチャーチですね、そのチャーチが提案したということでチャーチ・ニューメラル、チャーチの自然数、まあ、チャーチの数字ですね、自然数ではなく、自然数というのは抽象的な概念で、これは具体的な表現ですから、数字。 チャーチ数字と呼ばれていいるそういう概念でですねでこれはですねそれをまあこうそれをきちんとたどるというのは極めて難しいまあどのようにしてこんなものが思いついたのかっていうのはまあわからないんですが例えばこのように考えるということですねで自然数は 0, 0と次の自然数という概念から生成されるものでその振る舞いはですねある任意の値 Z と操作 F によって決まる以下のような関数と特徴づけられる これはですね、自然数の機能的な計算で、機能法による計算ですね。再帰的な計算ですかね。n が0の時は、特定の値を、与えられた値 z を返す。n が n0 の次の自然数の時、これはですね、まず n0 の値を、この f を再帰的に使って計算して、その結果に f、この操作を適用したものを返す。 これがですね、まあ、自然数のですね、再、ま、帰、あ、的な定義の典型になります。これがですね、自然数の振る舞いを特徴づけるものだと考える。そしてですね、ポイントがここなんですが、自然数をこの振る舞いそのものと考えるとですね、自然数 n の高度をですね、2位の f と z が与えられると、 このような特徴づけられる関数の値を返すような関数であるとそういうふうにコード化できるとこういう洞察なんですねこれ非常に優れた洞察でこれによってですね非常に驚くべきですね表現力を獲得できるとただしですねこの巧みなエンコーディングというのが必ずしもですね理解しやすく優れているということではないんですがこれは歴史的にですね重要なエンコーディングなのでほとんどの教科書は このままま紹介していあとでですねこれではないよりまあ何て言いますかねより素朴なというかより分かりやすい数の表現というのを後で補足としてあのあの説明することにしますまあここではそう先に進みましょうこの考えに従ってですね自然数 n のコード n オーバーバーと書くことにしますこれをですねこのラムダ式とします F と Z を受け取って に対して f を n 回適合するそういういラムダ式ここに n というのがコードされているということで n のコードの役割を果たしているということでですねこれが自然数の表現になります、えー、と先ほどちらっと言ったようにですねこの表現によってですねこの自然数演算というものが非常にエレガントに定義できますでまず定数0 まあこれはですね、そのままこう定義すればよろしいわけですね。F と Z を受け取って F を1回もアプライせずに Z を返す。次にですね、与えられた自然数の次の自然数を求める関数、通常まあこのような文献では SUC、SUCC サーですかね、まあ SUCC と書く場合が多いんですが、SUCC このような関数と定義します。これは自然数 N のコード、これは自然数のコードですよ、受け取って これを返す、これは F と Z を受け取ってここはですね、求めるべきは F を N プラス1回適用するなんですねそうするとですね N はですね与えられた F と Z で F を N 回適用するという意味があるはずですからここで F が Z に N 回適用できるラムダタームができてさらにもう1回ということで N プラス1になるということですね is0 これもですね自然数の基本演算ですねでこれはですね m を受け取ってこの関数を m 回これに適用する m が0なら0回適用ですから0回適用なので適用せずにこれが変えるすなわち true が変える m が0なら true が変えると理解できますね0以外の場合はこれを1回以上適用しますから何回適用してもですねこれは 次の引数を捨ててフォールスを返しますから必ずフォールスが返る。で、イズゼロが実現できますね。で、先ほど言ったようにですね、このエンコーディングがあの、まあ、巧みで素晴らしいのはこれらを使えば自然数演算を簡単に定義できるということなんですね。add、足し算 M と N2 つの自然数のコードを受け取ってサックを N に M 回適用すするとこう読むんですねそうすると n から始まって sac が m 回適用されますからプラス1が m 回されるので n プラス n プラス m になる、まあ、この順番は、まあ、この場合はですねはまあとは順番はどちらでも結果同じですからこれでいい、まあ、この逆にしても同じですとこれ以上コメントはしませんねで、○ マルの場合、m と n の自然数コードを受け取って0に対してこのコード、この関数を m 回適用する。これは n を足すという処理を m 回適用する。つまりですね、0に n を m 回足す。ですから、これは n かける m n を m 回というふうになるわけですね。で、エクスポーネンシャル、これも同じようにして、 さらにですね、この丸を使ってですね、マルチプライですね、掛け算、エクスポネンシャル。これも m と n を受け取って、サック0、こう1ですね。1に対して、丸 n、n をかけるというものを m 回適用する。すなわちですね、n を m 回かけるですから、n の m 乗になると。 そういうことですね。これで自然数演算が定義できることになります。ではですね、実際にこのナチュラルナンバー自然数のエンコーディングを試してみましょう。まずですね、この、えー、true-false、これは I0 のために必要で、ちょっと切れているので少しこの伸ばすと。で、えー、これ SAC0、0と SAC が先ほどのように定義されていて、SAC0 を実行すると。 とということで,す、ね、で、すねこれをやるとですね、当然そのま、ま、べこれがですね、サック、サクセサーでこう0ですね。そうするとですね、こう、こう、この、ここにですね、このなこれが入って、この F が1個追加されて、この F と Z はですね、こう F と Z、このコードの F と Z にこの FZ が代入されて、で、こう Z になって1になると、まあ、そういうことですね。まあ、いずれもこう、 定義してみるとまあ、いずゼロもですね、この、まあ、やるまでもないということですが、これでですね、いずゼロ、まあ、これちょっと複雑ですがですね、これいずゼロで、このフォールス、こう、サックゼロ、これが1ですから、まあ、こ,これ、あの、単純に言えば、まあ、別に何の問題もなく、これくらいだったらすぐフォローできますので、えー、確認するとですね、このフォールスが返ると。 まあ、イズゼロ0 0なので、まあイズゼロゼロのためですね、イズゼロ0ゼ0もやってみるということですね。そうすると、こう、true が返る。ということで、そのブーリアンがこう正しく実装されているということが、まあ、基本演算、0、sac、ゼロ0というのがちゃんと動いているということが確認できます。 では、自然数の演算、これを試してみましょう。これはですね、先ほどの,あのスライドの、まあ、教科書のコードそのものですね、a d 丸、exp2 と3を定義してで、この t というのはこれらをこう保存する、まあ、タップル表現。したがって結果は3つ出てくると。add, ○, exp3, 2ですねで。これをやってみましょう。 しばらく時間がまかかりますが、まあ、これはですね、この過程を飛ばしてもいいと。まあ、飛ばすオプションもあるんですが、まあ、ちょっと待ってみましょうか。そうするとですね、こう350回のコントラクションがあってですね、これがですね、あっとですね、3と2ですから一一 1, 1、2、3、4、5。この次、これがですね、この 丸3かけるまあ、これはですね、この、この、あの、add n を m 回ということですね。まあ、まあ、どちらでも同じ。まあ、これ以上、コメントはしませんが、2、3が6、3、2が6で、1、2、3、4、5、6となると。で、この exp、exp はですね、こう定義されていますから、教科書では。そうするとですね、この、ま n n をかけるというのを m 回ということですね。従って n の m 乗、2の3乗になると。8ですね。1 2, 3, 4, 5, 6, 7, と、2、3、4、5、6、7、8ということで、こう、正しく演算ができるということですね。でこの過程はおいません。<laughs> えっとですね、あのこの後ですね、簡単なエクササイズを やるとその過程でですね、ちょっとトレースを、この道具を使ってトレースをする、まあそういうことをやってみたいと思うので、ここはですね、まあ結果だけを確認して、うまくちゃんとできているということで、これで良いことにします。で以上でですね、自然数に関するまあ表現というのは、一通り終わりです。教科書に書いてあるものはですね、一通り終わりですね。ですここでですね、教科書にない若干の補足をしておきます。 で、サックゼ0、さらに一つ前をの自然数を返す、プレッド、実はこれが基本演算なんですね。で、それからですね、他の演算はですね、繰り返し関数、まあ、ここではイタレイト、こういう名前をとりあえずつけますが、イタレイト、で、この自然数コードを受け取って、F、まあ、これはまあ関数としますね、これが値とします。で、F を Z に N 回適用する というイタレイト関数があればですねこの add とかはですねまあもちろんこのように書けるわけですね n に対して sac を m 回イタレートするまあもちろんですねこのイタレートはなくてもあのコードの構造を知っていれば msacn でまあそれでいいことになるんですがただですねこの方がですね n の実際のコードに依存しない定義になっている。という,ということで、よりまあ、その、抽象的な定義と言えるんですね。で、この、ここからが補足なんですが、コードの n 自然数のコードの定義はですね、このイタレイと n そのものである。これがですね、その、このコードのまあ巧みな点なんですね。これによって、様々な種々の演算が直接定義できる。しかしですね、 まあそのためにと言いますか、プレッドの定義には工夫が必要なんですね。プレッドの定義は後でご紹介します。でですね、コード N の技法技巧的な定義は、まあ、歴史的に何回か言ったようにです、ね、歴史的に極めて重要なんですが再帰が定義できる言語ではで後で学ぶようにです、ね、次回に学ぶように、カタナシラムダ計算では再帰が定義できるんですね。 そのような言語では0とサックそれからプレッドイゼロこれがあれば他の,あのどのようなこの N のコードがどのように定義されようとこれが定義できればですねあのいろんな演算がこう系統的に簡単に定義できる例えばットはこれでよくてイタレイトはですね繰り返すですから再起で定義できるということになります。 でですねこの話はですね、最近の定義の学習の後、あのもう一度ですね、コード N、自然数のコード N の別な定義、まあ、ある意味より、まあ、ナイーブというか、より直感的に理解しやすい定義、このようなですね、このチャーチ数字のような技巧的なものよりも、まあ、そういう意味で理解しやすいものを別に定義することによってですね、もう一度この 内容をコメントしますますあ教科書の自然数の内容それから補足が終わりでそれでですね教科書にはですね自然数の性質を問いとして2つ問いが出ていますね問1.4.4これはですね極めて基本的な作の n のコードは n プラス1のコードに簡約される これですねで前に、えー、コメントしたかもしれませんが、このビデオでですねその問いのすべての回答を示するということは、まあ、不可能なので、中にはですね結構、えー、複雑な回答が必要な問いもあると思うんですね。ですが、です,がですねこれはあの最初の部分であり、極めて基本的ですからこれにか、これとそれから次の問いの最初のものを簡単に見てみましょう。 というこれを考えてみましょうでこの等式はですねプログラミングの等式なんですねですから実際に何が起こるかということを、まあ、あの確認してみるというのが常にこの種の、まあ、問題を理解する基本なんですねということで実際にこのリダクションのシーケンスを見てみます、まあ、例えばですね SAC を定義してこの SAC を3に適用する こうやってみるわけですね。そうするとですね、このようなリダクションシーケンスが起こるわけです。こ,この与えられたものは、これはまあこれと等しいと。まあ、この場合はそう思っておきましょう。えー、っと冒頭で言いましたように、これが、えー、ラムダ抽象のアプライであっても、まあ、それは1、えー、段階の簡約でここ,にここに至るわけですから、まあ、これは与えられたものと思うと。 そうするとですね、簡約はですね、これがこ,このように簡約される、このステップが重要ですね、必ずこうなると。先頭にですね、このラムダ F、ラムダ Z、F がついて、残りのところがですね、こうなると。すなわちこれが3が F と Z にアプライされる。F と Z、これは自由変数で、これは束縛変数ですが、この束縛変数が F と Z に変わる。 たまたま同じ名前ですが、まあ、変わると。そうするとですね、これがこのようになると。このパターン、このパターンがですね、3に限らず、常に現れるということなので、それが分かればですね、以上のような推論といいますか、理論を展開することができます。さっく N、これはこれであると、先ほどコメントした通りですね。で、こっから次に来る、これがポイントで、 これがですね、この先頭にラムダ F、ラムダ Z で F がついて N のコードが FZ にアプライされる。N のコードが FZ にアプライされるというのは定義上、これはですね、略記法、教科書に書いてある略記法で F が N 回 Z にアプライされるというそういう略記法です。これを教科書で使っています。これは定義上必ずこうなると。 この簡約は必ずこうなるとですね。そうすると、こっからここまではですね、F が1個ありますから、F の N プラス1回、F が N プラス1回 Z にアプライされる。そうすると、これ全体は定義上 N プラス1のコードである。これがまあ完全な回答になっています。 で次に、ですね、この問い1.4.5、ここにはですね、何個かの性質を示せとあるんですが、その最初のもの、2の m、n について、これは自然数ですね、このアットの m のコード、n のコード、この2つにアプライされたものは m、m プラス n、これは自然数の普通の演算ですね、m プラス n のコードになる、これに簡約されるということを示せということですね、これもですね、実際にやってみるというのが基本ですね。 えっとですね、様子を見るためにです、ね、簡単なソースファイルを用意しました。これはアットがです、ね、3と2に適用されているということですね。でこれを実行してみるっで様子を見たいわけですけれども、えー、これを実行してもです、ね、かなり長いリダクションシーケンスが出てきてしかも一挙に出てきてしまうのでこれをステップ実行で様子を見てみるということにします。でステップ実行をしますね。そうするとです、ね、1回ごとに止まるわけですね。 でこれが与えられたソースファイルですね。あと32ってやつですね。で1回リダクションするとですね、M に3が代入される。もう1回実行するとですね、N に2が代入されて、このタームになりますね。このタームがまあこれあの予想通りですね。こ,3これがサックで2となりますね。でこれをもう1回実行すると、えー、この F、 がこの置置きき換換わわっっててさらにですね Z が置き換わってこのタームが出てきます。これがですね予想されたタームですね。こ,の、えー、これが2で、2に2、サックが2に3回アプライされるということになります。でこれを実行してみます。で1回実行するとですねこのようなタームになります。これがですね典型的なパターンですね。先頭に FZ のアブストラクションががあって F がて F 1個いここにですね先ほどと同じパターンですがこれはですねサックが2回2に適用されるサックが1個減るわけですねでこの全体がですね fz に適用されるということになりますでこれをさらに実行するとそうするとですねこの、えー ここの部分こ、まあ、このの部部分、この部分はですね、先ほどと同じパターンになって FZ が導入されて F が導入されてでここにですね、サックで、えー、2となりますね1回だけのサックでそれ全体が FZ にアプライされるということになりますねでこの FZ この fz がですね、この fz に代入されるわけですが、この fz はこの fz ということで、この bound variable が消えるんですね。で、ここに、もう一回、一回でこう f が消えて、もう一回で z が消えてこの、この状態になる。で、これまた同じパターンで、この部分、これがですね、sac の2であると。 でこれをもう一回実行すると先ほどと同じように先頭 FZ で F が導入されてで全体が FZ にアプライされるとこの FZ が入れ替わるそうするとここでですねえ先ほどのパターンが終了してこれが2でこう2が FZ にえ適用されるということでこの FZ Fz がですね、Fz に置き換わる。まあ、同じ名前ですが、まあ、置き換わる。2回やると置き換わってですね、このタームになる。これで正規形になるということですね。で、このような正規形になる。これ大体パターンがこれでつかめたと思います。すなわちですね、この、この addmn というのはですね、こ,のこれはまあ定義で、ここからスタートする。 わけですねここからスタートすると M がサックにアプライされてさらに N にアプライされるこれはですねこのような、えー、このサックの先ほど途中であのコメントしたようにサックが m 回 n にアプライされるとそういうタームが出てきますでこれですねこの部分の リダクションはどうなるか先ほど見た通りなんですがこの部分がですねこの繰り返しパターンが現れますで繰り返しパターンがこれですねこのサックの k プラス1が n にアプライされるこれどうリダクションされるかというとサック k が1個減ってですね先頭にこのラムダ f ラムダ zf がつくということになります あとはですね、この部分、サック K の N は同じなので、機能法の、まあ、繰り返しパターンによって、これは K プラス N になると。で、K プラス N がですね、が出てしまえばですね、サックがこの機能的に全部終わると、機能,機能法のリーズニングでですね、 なくなるまで実行されると k プラス n になるということですね。で、それが f と z にアプライされて、あとはですね、こう定義上、この、このターム、このコードは f を k プラス n 回 z にアプライする。なので、まあ、略表でこう書きますね。で、これ全体、ここからここまでの全体は、f の k プラス1プラス n が z にアプライされている。すなわち、 このコードに等しいと。という、この、こういう機能的な原理がああ理解できると。で、ポイントはですね、これがこの形になるというのが先ほどの実行で気づいた点ですね。で、この、これがポイントでこれが気づければ、あとはまあ、機能的な原理で繰り返しで、こうなるということで、結局ですね、ここまではまあ単純なリダクションですが、それがですね、こう、 m プラス n になると、m に関する機能法でこのように言えると、まあこのようなことでですね、言えると。ただですね、先ほどあの見たように、ですね、実際にこれを発見するのはですね、紙の上ではかなり厳しいと。だから先ほどのようなインタープリターでの実,実行がですね、欠かせないということですね。で以上でですね、自然数すべて終わりです。これが最も大きな、 ハイライトだったわけですが次はですね自然数を割ってですね組に移りましょう,こう N 個の組はですねこれもですね振る舞いをコードとするというラムダ計算の典型的な考え方に従って理解するわけですねすなわちですね N 個の組というのは相場目の要素を取り出す射影操作プロジェクション操作が定義されたデータ構造であるとこう理解します したがってその振る舞いそのものをコードする、コードに行って表現する、そういう考え方ですね。で、その振る舞いに着目するとですね、組というデータは、射影関数、プロジェクションを受け取って、まあ、I 番目のプロジェクションを受け取って、I 番目の要素を返す関数、組の値そのものがこの関数、こういうふうにコードすることができる、この考え方。まあ、ブーリアン。 同様の考え方ををすするとると振舞いを関数で表すこの考え方に従ってですね、組構成関数プロットとですね遮影関数プロジェイ i n をですね、このような2つのコードで表現できます。プロットはですね、えー、この要素を N 個受け取って遮影関数を受け取って遮影関数をこの N 個に適応する順番に適応する 射影関数、この P は実はですね、こんな形をしていて N 個の要素を受け取って I 番目を返すということですね。これがですね、ですからプロットのコードとプロジェクションのコードになるということですね。実際ですね、このシーケンス、プロットで M1 から MN の組を作ってそれをプロジェ N に適用すると これは mi プロジェ N の i ですね i 番目のプロジェクションにこの組全体をですね i 番目のプロジェクションに適用するこれを与える、まあ、オブジェクト式用的な考え方ですかねこれを与えるとですね mi が出てくるとこのプロジェはですね関数とするならこういう関数になりますねプロジェファン、in と書いて,、はい、書いてありますが この組を受け取って、この組をプロジェインに適用すると、こういうふうにもう書けると。まあ、これが組ですね。で先ほどの組のですね、特殊な場合、二要素の組、まあペアですね。この表現を、これをですね、これを非常によく使う、このコードを作って、この実行を見てみましょう。で、このコード、この組二つの組 これがですね非常に重要な役割を果たして、まあ、基本ですね、組の基本で,で、これを使ってですね、プレッド、すなわちです1つ前の自然数を返す関数というのが定義できます。ということで,ですね、まずですね、ペア、n が2の場合の組操作関数はですね、このように与えられる。まず、ペアはですね、2つの要素を取って、プロジェ関数を取って、プロジェ P をですね、 x, y に適用する。そうするとですね、これ変数ですから、x, y というのはそのまま持っているという形になります。で、first はですね、これはもう first, fun という形、ファンクションの形にしてありますが、p、組を受け取って、この組にですね、この関数を与える。すなわちですね、2つ順番に受け取って最小返す関数を組に与える。そうするとですね、この p がですね、2つの組であれば、この x が変えると。セカンドはですね、1番目、2番目を受け取って、2番目を返す関数をこの組に与えるで。組はアブストラクトされている。このような、ペア、ファースト、セカンドというのが定義できます。ということですねで。これは通常のペアがこれでですね、プログラムできるということですね。それでですね、その最後にですね、このプロッド プレッドはなかなか難しいというか複雑であるというコメントをしましたが、プレッドはですね、この組を使って以下のように定義されるだけですね。まずですね、ステップという関数を定義します。ステップはですね、P を受け取る、まあ、P、組を受け取って、 ペアを作り直すんですね。P を受け取って組を作り直す。この作り直す組はこれとこれです。これはですね、ファースト、第1番目の要素を取り出して、それをのプラス1すると。これが第1番目の要素。第2番目の要素がですね、ファースト P、最初1番目の要素になると。ということでですね、このステップはですね、ペア、 2つの組を1個進めるとそういうそういう意味を持っていますでプレッドはこのような関数として定義すると M 自然数を受け取ってこのまずですねこの2番目を取り出すんですが何の2番目かというと M をですねこの M 回ステップを M 回これに適用するこれが0と0のペア0と0の組 に対してステップを実行するそうするとですね、最初の要素0ですから、ステップ1回実行すると、これは最初の要素がプラスされるので、1、0になりますね。でもう1回ステップを実行すると、2、1になるというふうにしてですね、3、2、4、3とこの M に従って、えー、先頭がですね、M になって、M、M-1 というペアがこの部分でできるわけですね。それの ででききたペアににセカンドを適用するるるととと m m-1 から、m、になる関数ができるということですまあ今説明したものがここに書いてある通りですねステップはですねこのような組みを受け取ってこのプラス1してこの m をこの2番目にするとこういう関数ですねで最初00を与えるでこの00に対してステップを m 回適用すると m ると M-1 という組が生まれてで、その2番目、すなわち m-1 が返される。まあ、こんな複雑な、あまあ、複雑なというのはですね、ステップ、プレットはですね、従ってですね、何回もリダクションしないといけないと。そういう、まあ、この、 ペナ,ルティペナルティ何をペナルティと言っているかというとですね、このチャーチニューメラルというのは非常によくできたあのエンコーディングで、例えばアットなどが立ちどころに定義されてしまうんですが、それに対するまあペナルティと考えていいのは、このプレッドがですね、この M の 回数だけ時間がかかってしまう、まあ、そういうことですが、これがですね、プレッドですね。以上でですね、あの組と、それからプレッドが終わりですねで。実際これらを実行して確かめてみましょう。で、まあ、実行のためにですね、このペア、ファースト、セカンド、先ほどの定義に加えてですね、プログラムとしてスワップを用意しました。スワップはですね、ペアを受け取って、セカンドとファーストの順番に ペアを作り直すすなわちですね、1番目と2番目を入れ替える関数ですね。でこれを実際に実行してみましょう。で、これでですね、まあ、これステップ事項ではなくそのまま実行しますね。そうすると一挙にこう,こうなって、まあ、途中経過、このストレースはもう省略しますが、そうするとですね、このペアの BA というのが出てですね、A と B が入れ替わる。A と B は自由変数ですね。 と入れ替わってちゃんとと動くということです、ね、で最後にですね、プレッドを実行してみましょう。でプレッドのためにですね、ペアこれはプレッドのテストプログラムですね。このペアを定義して、0サック10。10、まあ、ロこの場合は使わないですが、ステップ先ほどの定義ですね。まあ、イニット、先ほどイニットはまあ直接書いてありますが、これイニットで00で始めるということですね。で、プレッドはですね、 このセカンドを取る、何のセカンドを取るかというと、M 回ステップをイニットに適用する、まあそういうことですね。で、あとはですね、例として2、数字の2を作って、プレッド2とこうやってみますね。で、これをですね、まあ、実行してみるということですね。そうするとですね、まあこれも長い,いあのリダクションシーケンスができるんですが、これ省略し、フォローは省略しますね。 あのぜひですね、このインタープリターを作ってですね、これを実行してフォローしてみるとよろしい、そうするとマイナス1というのが実現できます。これ2のマイナス1ですから、2の前の自然数で1になるということですねで。これで以上でですね、今回の内容はすべて終了です。